おはようございます、黒みつばです。ということで今回は巷で史上最悪の周年イベントと言われた9周年イベント、果たしてこれは本当なのか。今回の動画では今来れば大炎上待ったなし1周年イベントの方を振り返っていきます。まずは1周年のイベント一覧がこちら。まずですね、この中に現在の常設イベントがいくつか紛れ込んでます。まずはログインオーブ、こちらは皆さんご存知の通り常設となりました。続いて大成功アップ、こちらも常設になりました。さらにこの大降臨祭、この豪華なフォントでさぞ豪華なイベントだと思った方もいるでしょう。こちらなんとびっくり24時間何かしらの降臨クエストが来るだけというイベントでした。最近モンストを始めた方は何を言ってるか意味不明だと思いますが、当時のモンストは追憶の書庫はおろか今みたいに一日中何かしらの降臨が来ることっていうのはなく、1日3種類の9時間の究極クエが降臨するのが日常でした。なので今では常設クラスですが、当時からすると本当にお祭りのようなイベントです。あとは進化させるためには現在も必要で、当時は激レアアイテムだった重心力ドロップ率3倍イベ、亀不足がしやすい時代にありがたかったオフケンチーのフレンドガチャ出張、さらに今でもある周年記念キャラ木の花咲夜姫の開催もありました。でもやっぱり周年の目玉イベントといえばやはりガチャですよね。それは当時も変わらずこのオーブゼロ大感謝ガチャが開催されました。このガチャなかなかにぶっ飛んでて、その名前の通りオーブがゼロで引けてしまう素晴らしいガチャが1人1回引けました。対象キャラはドン、当時の全限定キャラが含まれる金卵確定のシングルガチャです。もう気づかれた方もいるでしょう、こちらのガチャなんと星4のキャラも平気に出るシングルガチャです。そのくせなぜかランク50以上の方限定という謎のリセマラ対策もされてます。つまり今年のシングルになるバグ玉はオーブゼロガチャの完璧な伏線回収だったんですね。ただそんな伏線回収誰も求めてないです。ちなみに右下に書かれてるジャンプキットさん、このキャラ神化させるためには雑誌の購入が必須という今来ればこちらも燃えそうなイベントでした。そして実はここに書かれてる以外にも1周年イベントにはもう一つ大目玉イベントがありました。それがこちら。次回1周年イベント後半戦、絶望のエンシェントリドラ編でお会いしましょう。ということでよろしければチャンネル登録グッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。またね、バイバイ、黒みつばでした。